皆さんこんにちは、マリアリです。はい、ということで私とある動画でこちらのお嬢様酵素ジュエルをまたやらせていただくことになりました。詳しい内容はこちらを見てみてください。はい、お嬢様酵素ジュエルマジでね、相変わらず美味しい、本当に美味しいです。はい、ということでですね、皆さんご存知の通り、モリアリコちゃんにねドッキリをしたんですよ。75ちょっとあったんですけど、まあ、5キロ3日間ぐらいの間に、出張からこうちゃんが帰ってきて5キロ私が太っていたら気づくのかというドッキリをやったんですよ。やっぱりここのね、 こうなったりとかするんですよ。本当に5キロって1キロの脂肪ってこんぐらいの知ってます？皆さん本当にやばいんですよ。なのでちょっともう本当にやばいなと思ってたんです。でこういう時にですね、お嬢様こそジュエルが来てくれたので、試させていただきました。ファスティングさせていただきました。そして始める前、ドン、こちらでございます。まあ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 、はい、そうですね、皆さんに言った通り80超えてしまってますね。5キロ増やしたはいいけど、まあ重いね、本当に重い。もうね、階段の上り下りが本当に大変。もうなんかまた私はお嬢様酵素に頼って痩せることにしたんでございますよ。ということで、私が飲んでいるシーン、多分ね、ここら辺とかでみんなね、今までね、ここら辺とかで見てたと思うんですけれども、実際に私が飲んでいるシーンをちょっと見ていただこうかなと思いますので、ちょびっとちょびっと見ていただきたいなと思います。それではどうぞ。炭酸水と一緒に飲みたいと思います。ほっ、うん、今日の朝は見えないね、豆乳で割ったお嬢様酵素になります。見えないな、これ下から見える、あ、ちょっと見える。これは万南ライフのこんにゃくを使ってるので、今日の朝はすごくお腹が快調でございました。うん、わ、こんな感じでカラフル、ほらカラフルです。リビングで寝てるのでこっちで撮ってます。とりあえずね、満腹中枢を高めていきたいと思います。これやっぱりうまいんだよな、このドロドロ感が好きです。今日は豆乳とお水を半分ずっこで割ったやつです。なんか豆乳は美味しいんですけど甘いので、なんとなくお水と割って飲みました。でも超美味しいです、本当に。豆乳は一番おすすめ。完食するまでに3分かかりました、私は。はい、ラストデーでございます。イエーイ、すごいテカってる、デコがテカってる。痩せた感じするよね、わかる。2回目だけどさ、やるのうまいです。やっぱり私は本当に豆乳が好き、豆乳混ぜがマジでうまい。うん、おいしいすごい音する。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。なんか実際飲んでるシーンを見るとね、なんかあ、こんなになんか食べたり飲んだりできるんだみたいな感じで思った方いると思うんですけど、私は水で割ったりとか豆乳で割ったりとか炭酸で割ったりとか、もともとのお嬢様酵素がすっごい甘くて美味しいんですね。ちょっとね、いろんな組み合わせを楽しみながらダイエットしてました。お嬢様酵素のそのジュエルじゃない方、瓶の方をずっと飲んでたので、なので中に入ってるこの羊、この羊とはすごい長い仲なんです。私頑張って痩せよう、よっしゃーってなりながら頑張って痩せました。そしてその結果見ます？見たいです？見ますか、見ますか、見ます。はい、ドン、 3.8キロ減りました。いや本当にね、
まあもちろんやっぱり2日3日ってすっごく長いって感じる方もいると思うし、あっという間だったなって感じる方もいると思うんですけれども、私はどちらかというと後者の方で、まあ毎日やっぱりこう朝昼晩って飲むんですけど、水で割ったり豆乳で割ったりとか、本当炭酸水で割ったりとか、炭酸水もさ今いろんな味があるので本当に楽しんで飲めることがねできるからすっごい早かったです。まあ、何よりもね80キロ切れたことが私はありがたいです。75を目指してあと 1,2 キロ減らせたらなと思っております。ガブリエルさんとねコラボをして下の動画で飲んでますので、皆さんぜひぜひガブさんのチャンネルもチェックしてみてください。ということで森有でした。せーの、おつわり、バイバーイ。